村長ミュージックスタジオ。はい、みなさん、こんにちは。村長です。今日もですね。メロダインファイブの。いろんな選択方法。案外皆さんが。使い切れてない。そういう便利な部分をご紹介したいと思います。 メロダイン5になってからソフト自身もなんか軽くなったようで軽快なんですけれどもいつもお友達なんかのこう操作を見てるとですねなかなかショートカットとか便利なズーム機能とかが使い切れてないというようなこともあってですねそこらのところをこうまとめてそしてエッセンシャル一番こう下のバージョンででも使えるそこまでのところに限ってですね 今日はまとめてみたいと思っています。今画面にこんな感じで、ちょっとアカペラのところがあります。うちの専属シンガーのひまわりの歌です。はい、まあこんな感じでですね。歌があるわけなんですけれども、一番基本的な使い方でこのメロダインの画面を大きくしたり、小さくしたりするのは？ 上のこのこルーラーラと呼ばれる物差しですね。小説の物差しなんかのところを押しながらこう下にやると拡大になり上にやるとこう小さくなるこれはほとんどのラウソフトなんかでもこういう機能があると思うんですけれどもそこらはこう,うまくできているわけなんですね。でこういうふうなことはよく使うんですけれどももう左右に持っていくのにですねここらが うまくできなくててて皆さんががととっっも困ったりしるるようなところがあるんですね道具の中にはハンドツールとそして虫眼鏡のズームツールこれらがあるんですけれどもそしてエッセンシャルにはこの3つがありましてその他の機能はエッセンシャルのバージョンでは使えなくなっています。 このアイコンが横に並んんででるわけなんですね。それを例えば手のひらツールに切り替えてそしてこう動かすとかまた拡大したい時はズームの機能で拡大縮小こういうふうにやってる方も多く見受けられるんですけれどもこれをしててはですねなかなか作業がうまく進みません。Windows では、コントト、ロール・シフト 押しながらこうマウスを動かすッ手のひらツールに変わります Mac の方はコントロールキーをコマンドキーオルトキーをオプションキーとを読み替えてご覧ください。ズームする時はコントロールとオルトを押しながらこういうふうにするとズームしたり縮めたりすることができるんですね。 でもこれはショートカットキーもありますコントロールを押しながら点キーのプラスを押すだけでこういうふうに拡大できますコントロールを押しながらマイナスキーを押すと縮小ができますそしてとマウスのスクロールホイールをグリ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 回すとですね通常は上下に移動することができますそして シフトキーを押しながらするとこのように左右にグリグリ移動しますそしてここまではですね案外使っている方もたくさんおるんですけれどもコントトローール、ルシフししたたらら手のひらツールになったりしますね。それを例えばここ編集したいから大きくしてみたいなと思った時は 押しながらですねここをダブルクリックするとこうやって拡大できるんですねそして何もないところでもう一度ダブルクリックを押すと小さくなるそして選択範囲を決めておいてそして同じようにこれでこういうふうに。 どれかを押すとですね拡大され何もないところで押すと元の縮小サイズに戻るというこういう機能が多分ほとんどの方は使えてないんではないかなと思われます。そして選択していく時ですねこういうふうに選択していく時これはですねどういうふうにしていくかというとシフトを押しながら こうやってチェックすることもできますこうすると遠いところやってもそこまでの音符が全て選択されますコントロールキーを押しながらやっていくとこうやって飛ばし飛ばしにも選択することができますもう一つ便利な選択方法に今で言えば D フラットのここの音程をですねやりたいときは 今、マウスで示しているここですね。ここをクリックすると、その音程が全て選択されます。若干このようにずれていても大丈夫です。そして、これもですね、コントロールを押しながら、他のところをすると、その音程のところが選択されます。今度は、これをシフトを押しながら、ずっと とここの部分をドラッグすると、こういう風に帯域すべてが選択されます。こういう選択の方法もあるんですね。もちろん、すべてを選択するときは、コントロール A を押すとですね、コントロールオールの略ですけれども、すべてを選択されます。これはパソコンソフトのほとんどの操作で共通だと思われます。 そして選択方法にはまだまだありまして、えー、まず1つ目を選択しましてシフトを押しながらドラッグするように選択するとこういうふうな形で,でここは飛ばして次のとこ行くとかですね次も飛ばしてここを行くとかこういうふうな形で選択できます。ここのの選択方法のことを スネークと呼んでるんですけれどもこのスネーク選択もとっても便利だと思いますもう一度やってみますはい、今シフトを先押しましたこうなりますがまず何もないところで押して1個目を押しながらずっと選択をしていくとこうやってそこを通ってるところを全部選択していけますはい 以上で洗濯の方法のいろんなところですねまだ抜けてるところもあるかも分かりませんがそういうところを解説しました次ですけれどもここ見た時にちょっと大きくしますけれどもこの真ん中でくびれてますのでもしかしたらここは2つの音でできているかも分かりません。 そういう時はですね、この塊をブロブと呼んでいるんですけれども、そのブロブの上の方に行くとアイコンがこんな形になります。ここでダブルクリックをすると、ここで切断ができます。音程をこうやって、<ー>切り刻むことができるわけですね、えー。選択方法の前の方にやるとですね、音符の長さが、 変え,れます変えれるんですけれどもここ今四分音符になっておりますけれどもここを押すとですね音符の長さその音符単位にに動くとということになりますでそれをどうしてもやりたくない時は「オルトキー」を押しながらこの動作をすると決められているグリッドに関係なく自由に伸ばしたり縮めたりすることができます。 後ろの方も全く同じです。このようにブロブの前と後ろを動かして、リズムを変更することが可能です。この縦のラインありますよね。この縦のラインで、こうするとですね、切断する場所が切り替わります。この切断した、 これをですね、もう一度結合するのはこの上のところで普通なら切断するアイコンにしおいてダブルクリックするとまた元に戻ってくれます。この辺のいろんな便利なところをうまく使えばかなりのスピードで編集ができます。是非とも今日のこの動画を何度も見直して できましたらメモなんかを取っていただいてですね、せっかくのメロダイン5のいいところをですね、十分に使っていただいて、やっていただければと思います。はい、ここでまあ、注意というか、よくできているところがあります。通常ですね、今までのメロダイン4までで使ってたらですね、5の特徴である、 視察音、もしくはブレスが表現されていない状態に今なっています。こういう感じですね。じゃあこれをメロダイン5で視察音、サシスセソですね。それとかブレスの音を表示するのにはどうしたらいいかというと、上のところのですね、ノートアサインメントというモードがあります。 これにするとちょっと変わった画面になるんですけれどもこの状態でですねノートもしくはアルゴリズムのタブがあるんですけれどもこのタブの方で今この視察音というのがグレーアウトしてますよね。これをですねここでこのドキュメントを開く時はでここなんか途切れてますこれ日本語が長いからこんなになってるんでしょうね。これをチェック 入れましたらここにハギシリオンというのがグレーアウトから普通の表示に戻ってますしもうその時点で右がですねこのように分析が終わっています、えー、もう一度トラックモードに切り替えておきますこのように互換性もしっかり保たれてまた新しい機能にするのにも 便利なようにできていますそしてもう一つの目玉機能にですねコードのトラックが表示されるようになりました今これはですねこのスタジオワンでのコードトラックと同じようになっています ARA2 と連動するソフトはですね 僕はまあスタジオワン以外は今のところわからないですけれどもここをチェック見ていただくとですね DAW と同じコードの表示に変えることができますこのチェックをあえて外してみますあるトラックを選択しますもちろんすべて選択してもいいんですがその状態で和音を分析というのがありますもちろんですね今はボーカルですから 本来は和音は分析できません。この時はメロディックじゃなくて和音が分析できるような楽器でですねポリフォニックモードでやってくださいただ今強制的にやってみますこのように分析結果が違うようになりましたこれをもう一度元に戻してみましょう DAW のコードをしようというふうにしましたら また上のコードトラックから持ってくることができます。このようにかなり今回のバージョン5はですね今までのメロダインを超越したような新機能がいっぱいついています是非ともですねアップデートして使ってみてくださいそして DAW 付属のエッセンシャルというバージョンは無料で バージョン5にできますもちろんできることには限りがあるんですけれどもぜひ今までのエッセンシャルバージョンで使っておられた方もこのサシスセソの視察音ディエッサーですねもしくはブレスこれらはちゃんと検出できますのでうまく活用してみてください。村長でした